一攫千金を夢見て宝くじを買いに走った人は数知れません。宝くじの購入者たちはまだ手にしてもいないお金の使い道に期待を膨らませ、お金さえ手に入れば人生は全てうまくいく、そんな錯覚にさえ陥ってしまうものです。しかし実際に大金をつかみ取った人たちの中には、そのお金を使うことすらできずに殺されてしまった人たちがいます。今回は日本で起きたものも含め、そうした事件を5件紹介します。1、夫に殺されてしまった妻。アイビー・ランカイオリはある日宝くじで高額当選を当てた。彼女には医者の旦那もいて、この出来事によって幸せは一層深まるものと思われていた。しかしそんな彼女に悲劇が降りかかる。なんと当選からしばらくして彼女は毒殺されてしまったのだ。しかもその犯人は彼女の夫であった。アイリーの旦那であるジョセフ・ランカイオリは彼女が死ぬまで注射で薬物を打ち続けていた。容疑者となった彼はただ彼女の腕をしびれさせ、健康診断のために使う血液を採取しようとしただけだと主張したが、彼女の体中にたくさんの注射針の跡が発見され、さらには大量の鎮静剤が検出されたのだった。そして妻の死後、彼は衝撃的な事実を知ることとなった。なんと家族の財産を保管している金庫の中のお金が全て消えていたのだ。妻であるアイビーは全ての配当金を彼女本人の口座へ転送していたのだった。そして彼女はそのお金を3人の子供に分け与えていた。驚くべきはここからで、なんと彼女を殺害したジョセフはその3人の子供のうち2人しか認知していなかったのだ。つまりアイビーはジョセフの他に男を作り、隠し子まで設けていたのだった。妻に毒殺された男性。シカゴに住むインド系移民のウルージカンは、宝くじが当たるその日まで特に変哲はないながらも不自由もない毎日を送っていた。彼に宝くじを買う習慣はなかったが、たまたまスクラッチくじを買ったところ、なんと100万ドル、当時の日本円にして約1億2000万円が当選したのだ。彼はその日から幸せな日々が続くと確信していたが、実はその日が人生最悪の日々の幕開けだった。彼は歓喜に狂い、チケットを買った窓口の係に100ドルのチップを渡した。その際、もっと渡したいのだが手持ちはこれだけしかないんだと言ったそうだ。彼は配当金の総額を受け取ることに決めたのだが、そのせいで税金が差し引かれた後の手取り金は50万ドル、日本円にして約6000万円ほどになってしまった。小切手が届いた日、彼は家族と一緒に夕食をとった。妻と他の女性との間にできた娘と義父と一緒に。妻はラムカレーを作って祝ってくれたそうだ。しかし夜遅く、彼は信じられないほど体調を崩し、そのまま病院で亡くなった。はじめ彼の死は動脈硬化による自然死だと信じられていた。しかし宝くじが当たり大金を手にしたばっかりだということに疑念を抱いた彼の弟が検視を迫ったところ、彼は青酸カリによって亡くなったことが分かった。死因は分かったものの、他殺であるという証拠はなく、結局彼の妻と娘が配当金を分け、事件は幕を閉じた。3、優しすぎる性格がゆえ殺された青年。アブラハム・シェイクスピアはとても貧乏な家に生まれ、読み書きすら満足に習得することができずに育った。フロリダ州でも特に貧しい地域に生まれた彼だったが、真面目で気の優しい青年だった。読み書きができなかったため、仕事は厳しい肉体労働やトラックの運転手などしかなかったが、それでも真面目に働き生計を立てていた。そんな彼の人生が1日で激変したのが2006年だった。たまたま購入した懸賞くじで35億円もの大金を手にしたのだ。しかし彼はその35億円の大金を決して自分のためだけには使わなかった。アルティマの高級車とロレックス、そして家を購入したが、無駄なものは一つとしてなかった。むしろ彼は困った人のために次々とお金を貸してしまう。はじめは親戚だけだったが、噂を聞きつけた見ず知らずの人間が次々と彼の元を訪れては金の無心をした。普通だったら見ず知らずの人間にお金を貸したりしないはずだが、心優しい彼は次々とお金を貸してしまう。しかし返金の時期が迫るとほぼ全ての人間が逃げていた。さらには金があるのだからこんな借金なんていらないだろうと言い出す者も多くいた。真面目で心優しいアブラハムはそんな人間の裏切り行為に深く傷つき、次第に人間不信になっていった。そして彼の心の傷に追い打ちをかけるような事件が起こる。なんと
昔の同僚から訴えられてしまうのだ。その訴えの内容は、あの宝くじは自分のもので、アブラハムに盗まれたという内容だった。当然のように、荒唐無稽なこの話を裁判所が信じるわけもなく、結局、宝くじはアブラハムのものと証明されたが、彼はこの一件で完全に人間不信に陥る。アブラハムは以前から、高額の宝くじが当たっても、貧しい人のために寄付をすると公表していた。にもかかわらず、金のために泣き、自らの苦境を訴え、さらにいざ借金の返済になると手のひらを返したかのように罵倒して逃げる。人間の醜い姿に精神的にも相当落ち込んでしまったようだ。そんな精神状態では、絶対的な何かに頼りたくなるのが人間。その心の隙間に入り込んできた一人の女性がいた。その女性の名前はドリス・モアー。自称ファイナンシャルプランナー。そして出版も手掛けているという。そのドリスは懸賞くじに当たった反省を自伝にしたい。そうアブラハムに伝えたのだ。さらにファイナンシャルプランナーを自称していたことも手伝ってか、次第にアブラハムはドリスを信用するようになっていく。しかも、ドリスは全くと言っていいほど宝くじのお金に興味を示さなかった。あなたの自伝を出したい。あなたの思いを聞きたい。そう言って、アブラハムの弱った心に寄り添うことで、まずは彼から全幅の信頼を置かれることに目的を絞っていたのだ。さらに、読み書きすら困難なほど世間を知らなかったアブラハムにとって、出版社の知的な女性は、あまりにも安心感があった。そして、アブラハムが完全に心を開いた瞬間に、ドリスはついに切り出す。あなたの当選したお金を私が管理して守ってあげるわ。それを聞いたアブラハムは大喜びした。もうお金の管理に関する心配やストレスを抱えなくていいと思ったのだ。彼女を信頼していたアブラハムはお金の管理をすべて任せてしまう。そうして、ドリスはアブラハムから数十万ドルという金を奪い取った。口座に入っていたお金があまりに大金だったため、2年間は数十万ドルもの大金がなくなってもアブラハムは気がつくことができなかった。しかし、ドリスが湯水のごとくお金を使い続けていたため、さすがにアブラハムも金がなくなっていることに気がつく。なんと、銀行に預けていた金額は半分以下になっていたのだ。これをドリスに問い合わせると、別の口座に運用のために移動させたのと言われた。しかし、いつまでもこんな嘘が続くわけがない。信頼していた人間に裏切られたことがあまりにもショックで、彼は激しくドリスに詰め寄る。追い詰められた彼女は、何の躊躇もなく、アブラハムに向かって2発の銃弾を撃ち込み、遺体は彼氏の自宅の庭に埋めた。アブラハムが行方不明になったため、人々は殺されたのではないかと騒ぎ出した。ドリスはそんな人々に対して、彼は金をせびる人々から逃げ出したと伝え、信憑性を増すためにアブラハムのふりをして彼の携帯電話から母親にテキストメッセージを送ったりもした。しかし、このテキストメッセージがあだとなった。なぜなら、アブラハムはほとんど読み書きができなかったからだ。捜査員たちは、アブラハムの遺体をコンクリートの石板の下で発見。そして全ては芋づる式に暴かれていった。もっとも、ドリスは簡単には認めようとしなかった。彼女はならず者の二人に大金を握らせ、アブラハム殺害の罪を被ってもらおうとしたのだ。身代わりの犯人を見つけたドリスは勝ちを確信していた。しかし、ドリスの書いた筋書き通りにことは運ばなかった。金のためなら何でもやる。そう言って彼女に近づいたならず者こそ、実は警察のおとり捜査官だったのだ。そんなことも知らない彼女は、自らの犯行をおとり捜査官の前で自白してしまった。そうして逮捕された彼女は、2012年12月10日、裁判にて第一級殺人の罪を咎められ、仮釈放なしの終身刑を宣告された。4. 愛人に射殺された男性。ジェフェリー・ダンピエという男性は、ある日、ふと買った宝くじが当たり、2000万ドル、日本円にして約24億円もの大金を手にした。彼はその配当金を元手に、ポップコーンビジネスを立ち上げた。さらに、彼の友達や家族に贈り物を買うことだってできるようになった。そして愛人にも。そう、彼にはビクトリアという愛人がいたのだ。彼はビクトリアに貢ぐことについて何度も考え直した。彼女はそんなに可愛げのある女性ではなかったし、ダンピエからの贈り物だけでは明らかに不満そうだった。そんなことをダンピエが考えていたとき、ビクトリアとその彼氏のナタニエルも、あることを考えていた。それは、ダンピエからお金を盗み取ろうというものだった。彼らはダンピエの手足を縛り上げ、身の毛のよだつ行動に出た。ナタニエルはビクトリアの方を向き、
こう言ったそうだ。彼を撃つんだ。さもなければ、お前が私に撃たれることになる。それを聞いた彼女は、迷うことなくダンピエの頭を後ろから撃ち抜き、殺害した。5. 日本でも起きた宝くじ殺人事件。宝くじの当選金を巧みに手に入れ、当選した女性を殺害するという信じられない事件がついに日本でも起こった。被害者の吉田久子さんは、行方がわからなくなる前年の2004年6月、サマージャンボ宝くじで1等2億円を当てていた。彼女は当時、勤務先で接点があった、岩手県陸前高田市で電子部品会社を経営していた熊谷仁一と交際しており、宝くじ当選について、家族や友人などには一切話していなかったが、熊谷にだけは打ち明けていた。吉田さんと熊谷は当選金を銀行で一緒に換金し、その中から数千万円を、熊谷の銀行口座に振り込んでいる。当時、熊谷には妻がおり、バツイチで独り身の吉田さんとは不倫交際の関係だったが、彼から甘い言葉をささやかれ、二人の未来を夢見ての資金提供だったと見られている。熊谷は明らかになっているだけで、約9000万円を吉田さんから受け取っており、そのうち数千万円は、吉田さんが熊谷と同居する住宅の購入資金として渡したものだった。しかし熊谷は住宅を購入しておらず、そのことを彼女に詰め寄られたことから、2005年5月初旬に吉田さんの首をロープで絞めて殺害した。熊谷は犯行後すぐに遺体を隠そうとして、知人から事務所として借りていた建物の敷地内に埋めてしまった。さらに熊谷は彼女を殺して手に入れた金を元手に、新規事業に乗り出すなどしていたが、やがて経営する会社は操業停止に追い込まれる。そのことで妻と離婚した熊谷は、2006年8月には地元から姿を消し、アジア系女性と再婚して、東京都台東区で暮らしていたが、熊谷の知らないところで警察の捜査は進んでいた。熊谷が遺体を遺棄した現場の貸主の証言により、捜査線上に重要参考人として熊谷の存在が浮上したのだ。事情聴取の末に、吉田さんの遺体が発見されたことから逮捕に至った。後に開かれた裁判では、2009年6月に、盛岡地裁が熊谷に対して懲役15年を言い渡し、刑が確定している。いかがでしたでしょうか。宝くじに当たったと聞くと、とても羨ましく思えますが、急に裕福になることで本当に幸せになれるのでしょうか。桁外れの大金は人々を狂わせ、予想以上のトラブルが付きまとうものなのかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。